RB ライプツヒはドイツザク選手、ライプツヒに本拠地を置くサッカークラブ。2009年に当時5部の SSV マルクランシュタットのライセンスを飲料メーカーのレッドブルが買収した上で新たに発足したクラブ。ライプツヒには1998年以降プロサッカークラブが存在していなかったが、ドイツサッカー選手権初代王者ロコモティフ・ライプツヒや かつての東ドイツの強豪クラブ BSG、ヒエミー・ライプツヒなどが存在していたサッカーの歴史ある地域だった。当初は、その BSG ・ヒエミー・ライプツヒの後継クラブ、FC ザクセン・ライプツヒの買収を画策していたが、サポーターの強硬な反対もあり実現しなかった。そこで、地元の村の小クラブ、SSV マルクランシュタット買収を試みた。反対運動はあったが、 学生買収時ほどの広がりを見せることはなく、地元新聞社の調査でも約7割のサポーターが買収に好意的であった。当時レッドブルはザルツブルク、ニューヨーク及びカンピーナスにおいてもサッカークラブを運営しており、レッドブルのサポートするサッカークラブとしては4チーム目に当たる。ドイツにおいてプロサッカークラブを運営する上で、といった規則が存在する。これらの事情から、 レッドブルが運営する他のクラブと異なり、レッド、ブルの名前は、クラブの正式名称に入っていない。名称については、レッドブルと頭文字が同じとなる、造語のラザンボールスポートをクラブ名とすることにより、普段使用される略称、RB ライプツヒにおいては、レッドブルの略称、RB を事実上クラブ名に示しつつ、規則定食を回避している。また、レッドブルは、 クラブのオーナーではなく、保有権を一部持つスポンサーの形をとっている。レッドブルは10年以内に一部に当たるブンデスリーガへの参戦を目指していた。2009から10シーズンには5部に当たるナベフ、オーバーリーガで優勝し、レギオナルリーガに昇格。2012年に、ラルフ・ラングニックがスポーツディレクターに就任すると2012から13、シーズンは4部に当たるレギオナルリーガで優勝。 2013から14シーズンも、ブンデスリーが3部で2位に入り2年連続で昇格を、果たした。2015から16シーズンには、ブンデスリーが2部で2位となり、悲願だった、ブンデスリーが1部昇格を果たした。ブンデスリーが1年目。リーグ戦の前半戦は1年目ながら、バイエルンミューンヘンに続いて2位に入り、昇格1年目のクラブながら、飛躍を遂げている。 2017年4月15日、第29節の SC フライブルクに勝利し、昇格1年目で UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。レッドブルザルツブルクとライプツィヒの親会社が同じであるため、UEFA チャンピオンズリーグの出場が危ぶまれたが、出場が可能となった。そのチャンピオンズリーグでは2017年10月18日、 第3節の FC ポルト戦で3から2で勝利を挙げ、クラブ史上初のチャンピオンズリーグでの勝利を挙げた。UEFA チャンピオンズリーグ、ラウンド16で、トッテナム、準々決勝でアトレティコ・マドリードを破り、クラブ史上初の準決勝進出を果たした。グラーチ1クロスターマン16ウパメカノゴ。 ハルステンベルク23ムキエル22ライマー27ザビッツァーナナアンヘリーニオ3エンクンク18シック21オルモ25中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権星印は EU 県外選手を示す中、選手の国籍表記はフィファの定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。